スモークジャックのズスモークジャックとは、暖炉で火を焚くと煙突効果で上昇気流が生じ煙が昇っていくが、この上昇気流で羽車を回転させ、その回転力を動力として使用する装置である。中世ヨーロッパの酒場において、暖炉で調理中の炙り肉などを回転させるために使われた。自動焼き串回転機などの訳語もある。これは歴史上で、 ヘロンの気力球に次いで古い熱機関であり、また熱機関が実用に供された最初の例であった。熱機関としては速度型の外燃機関に分類される。類似のものに日本の周り、灯籠がある。他に火の粉が飛散することを防止、抑制するために蒸気機関車や低地式蒸気機関や焼却炉等の煙突に回転式、火の粉止めがつけられる例もある。 A.B. 日垣和夫、エンジンの A.B.C. 講談社、ブルーバックス、1996年。ISBN 978から4から06から25万7129から6。ベルトランジル、山田啓治子役、ルネサンスの工学者たち、レオナルド・ダ・ヴィンチの方法指論異文者、2005年。ISBN 4から753102416。アイザック・アシモフ。 小山慶太、和子白役、アイザック・アシモフの科学と発見の年表、マルゼン株式会社、1996年、ISBN4 から621041630。AB 溶石型と速度型ピストン中の作業流体が膨張、収縮するのを利用して、動力を得るのが溶石型の熱機関である。対して、タービンを用いて、 作業流体の運動エネルギーを取り出す形式を速度型の熱機関という。ありがとうございます。